皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回は宇宙服の後半をやってくよ。やっとかよ。いろいろシリーズやりすぎなんじゃないのか。ちょっと反省してるけど、まあ気分転換とかあるしね。何言ってるかわかんないぜ。じゃあ早速始めるよ。これからは現役の船外活動用の宇宙服を解説するね。ごっついやつだな。近代の船外活動用はアメリカもロシアも搭載機器には変わりはないわ。まあ厳密には少し違いがあるんだけど、マニアックになるから別でやるわ。それがいいな。船外活動用は基本的装備として、冷却下着、宇宙服といった服と、生命維持装置に分かれるわ。なるほどな。生命維持装置は、水タンク、酸素タンク、二酸化炭素吸着装置、通信機器、空調、カメラ、アンテナ、ライト、統合制御コンピューター。これらが搭載されてるわ。めちゃくちゃぎっしりだな。これに加えて、おむつを履いてるわ。おむつ?船外活動は1回で5時間から7時間ほどやるからね。途中でトイレには行かれないのか?船外活動をやるときも帰るときも時間がかかるのよ。トイレに行きたいからって帰るとまた行くときに何時間もかかるし。体への負担も大きいわ。そうなんだな。船外活動の準備は後で話すね。おう。そんな船外活動用をロシア側からざっくり紹介するね。わかったぜ。前回でも言ったけど、ロシアの船外活動用はオルラーンと言って、1967年からシリーズ化されててね。改良されつつ今でも使われてるわ。ほーん。オルラーンから始まって、1969年にはオルラーン D が開発されたわ。それからオルラーン DM が1985年に開発されて、重量が 73.5 キロから88キロに増えたけど、生命維持持続時間は5時間から6時間に伸びたわ。長時間使えるようにしたんだな。気圧の方はどうなんだ?オルラーンはずっと変わらず 0.4 気圧よ。そうなんだな。それから1988年にオルラーン DMA が開発されて、重量は88キロから105キロへ増量、生命維持持続時間は6時間から7時間に伸びたわ。どんどん伸びていくな。しかし1時間伸ばすのに重量が増えるな。酸素発生装置、水タンク、二酸化炭素吸着装置、バッテリーが大きくなるからね。ああ、全部が増えていくのか。そして1997年、オルラーン M が開発されて、ISS でも使われるようになるわ。ほう、そんな時期なんだな。このオルラーン M は仕様は変わらないんだけど、重量が105キロから112キロへ増えたわ。なんで増えるんだよ。ISS に対応させるために、電源系統が改良されたからね。なるほどな。それから2009年にオルラーン MK が開発されて、重量は120キロまで増えたわ。すげえな、どんどん重くなっていくな。ISS で使うものだから、重さは重量じゃないわ。ある意味、重量を気にしなくていいというのもあるけどね。そうなんだな。でも完成はあるから、あまり重すぎるのも問題ね。どういうことだ?重さはないけど、移動の時に加速や停止の度に質量の応じた力がいるわ。だからあまり重量のある宇宙服だと動きにくくなるわ。ほーん、なるほどな。それからオルラーンは MKS になって、2017年から使用されてるね。それが今のモデルなんだな。そうね。一方、アメリカ側は船外活動ユニットを開発したわ。前の動画のアポロ計画で出てたやつだな。そうね。1960年より前から NASA は船外活動用の宇宙服の開発を進めていたんだけど、あまりいいものはできなかったわ。NASA でも無理なのか。ドラム缶をかぶせたようなものだったり、服が硬くて身動きができなかったりで、とても船外活動で使えるものじゃなかったわ。なんだこれ、なかなか面白いな。さすがの NASA も採用しなかったわ。そりゃあそうだろ。1962年、NASA は要件を定めた上で民間企業に提案を提出させたのね。NASA ができないのに民間企業ができるのか?合計8社が提案を出した結果、ILC 社の案が採用されて発注されたわ。宇宙企業かそれ。いいえ、下着メーカーで宇宙産業に初めて参入したわ。宇宙下着ならわかるけど、大丈夫なのかな。ILC 社はゴム製の連結部分を持つ柔軟な素材でできてることが採用の決め手ね。ほーん、柔軟さは大事だよな。あのドラム缶はないぜ。受注を受けた ILC 社は下着メーカーだから、おばちゃんたちがミシンや手縫いで作ってるメーカーよ。そのおばちゃんたちがピンを使わず 0.4 ミリの精度で宇宙服を縫っていったわ。手縫いで 0.4 ミリってなんだよそれ。すごいよね。この会社で宇宙服が18着作られたわ。1着いくらするんだ?宇宙服自体が1億円、生命維持装置が8億から10億円ね。すげえ値段するなぁ。まあ宇宙服だからしょうがないけどな。よく勘違いされるんだけど、宇宙服は修理できないって言われるけど、そんなことないわ。
実際 ISS には4着、地上には7着あって、ISS の宇宙服に問題が起きれば地上と交換して修理されるわ。でも数を減らしてるって言ってたぜ。あれはスペースシャトルの事故で失われたのよ。そういうことか。じゃあ数が少なくなって宇宙服がヤバいっていうのはなんだ？確かに今11着あって、今の段階で1着が修理中だから10着。それで ISS にあるのが4着だから6着が地上にあるわ。地上では予備と訓練用として使うから数がギリギリなのは間違いないわ。ほーん。それと最新の宇宙服は1998年製よ。作れないんじゃないのか？これに関しては書いてある文献が一つだけだから確証は高くないけどね。新たに作ろうと思えば作れるわ。ただ費用がすごいだけで。いくらするんだ？200億円よ。1着2億5000万ドル。たっか、なんだそれ。予算が欲しい NASA の言い分かもしれないし、鵜呑みにはできないけど。不可能じゃないってことね。不可能じゃないけど高いってことか。まあ修復されてるんだから作れないことはないよね。まあそうだよな。アポロ計画の時の NASA の総予算は年間約35兆円よ。はぁ？その時に作られた宇宙服だし、18着をバーンと作れるよね。でも1億円だろ、宇宙服本体が。当時の値段よ、今の価値と比べたらいけないわ。そうなのか。今の ISS は2024年まで使用されるし、次のオリオン宇宙船のことを考えたら新しい宇宙服を開発した方がいいんだけど。だけど、予算が足りないわ。NASA の予算が足りないってなんだよ。NASA もやること多いし、削減されまくってるし、懐事情は良くないわ。4兆円もあるのにな。JAXA は1800億円だけどね。涙が出るな。アポロ計画の時の潤沢な予算があれば、いろいろ研究開発も進むんだけど、宇宙服よりも優先される研究が多いから後回しなのね。それで新しいのが開発できないのか。そうそう。それとね、宇宙服の手縫いおばちゃんがいないから宇宙服が作れないっていうのはデマよ。そうなのか。アメリカの宇宙服はパーツで構成されてて、関節部分や手袋、ブーツが破れたりするんだけど、ちゃんと地上で修復されてたり、新しいパーツを作ったりしてるから、おばちゃんがいないからっていうのはないわ。じゃあニュースでもあった、サイズが足りないっていうのは？もともと M サイズは少ないし、ISS には4着しかなくて、M サイズはあったんだけど1着分しかなかったわ。女性同士の船外活動をする予定がなかったから地上から持って行ってないわ。打ち上げてから企画された内容ね。それでサイズがなかったっていうわけ。そういうことなんだな。そして今日はここまでよ。おいおい、なんでだよ。全然進んでないじゃないか。そろそろ視聴者からいい加減にしろという声が聞こえてきそうだぜ。そんなこと言う人は私にモンスターパソコン買ってって言ってやるわ。ウプ主も低スペ、パソコンも低スペ。泣くからやめて。さて、ここまで見ていただきありがとうございました。いつも短くてごめんな。広告、フォロー、コメントありがとうございます。チャンネル登録、ツイッターフォローありがとうな。次回こそ EMU の素材の話と船外活動の準備の話をしたいと思います。絶対やれよ。それではまた会う日まで。それじゃあな。なあ、NASA はロシアの宇宙服を買えばいいんじゃないのか？ふふふ、それは無理よ。なんでだよ。